はい、フォアハンドストロークのフラットとスピンの内訳について解説をしたいと思いますこの動画は動画をご覧いただいた方からご質問いただきましたのでそれに対するお答えする形でフラットとスピンの内訳について解説をしたいと思います基本的にストロークの動作というのは体の軸を回す動作この軸を回す動作で力を生みそしてラケットの遠心力を見その力でボールを強く打っていきます そしてフラットの場合はこの軸を立てて体を回すことにより腕が打ちたい方向に向けて力が働きますですがスピンの場合はボールに対して下から上にスイングをしたいというのがスピンをかけ方になりますですがこの軸を回す動作軸を回す動作をしながら手の力で下から上にスピンをかけてしまっては手打ちになってしまいますでですすので軸をを回す動作を 使っていかに手を下から上に動かすかという点がポイントになってきますそしてこれをできるようにするためのポイントはこの軸の角度ですこの軸が立った状態で回すと腕は前に出ていきますが例えばこの軸を少し傾けると こう体が回るので下から上に腕が触れていきますですのでこうすると腕がボールの下から上に動きスピンがかかっていくわけですさらにインパクトで腕の動きを止めラケットヘッドが前に出ていく動きこの動きが使えるようになると フラットの場合は前に鋭いボールを打つことができますそしてスピンの場合は上に下から上にラケットヘッドが回ることによって鋭いスピンを打てるようになっていきます。 ですがまず大事なポイントはこの軸です軸がしっかり立った状態で回すか軸を少し傾けて下から上にラケットが動くようにするかこのポイントを意識して練習してみてくださいまず最初は素振りで振り分けをしてみましょうフラットの場合体を立てて回す場合と軸を傾けて体を回す場合この場合でしっかりスイングが後ろから前と下から上 振り分けができているかどうかといった点を確認してみてくださいそして素振りで振り分けができてきたらご自身でボールを落として実際に打ち分けをやってみましょうまず構えた状態から軸を立てて体を回し腕が前に出ていくケース構えた状態から体を回して腕が前に出ていきますそして今度は少し極端にやってみましょうスピンの場合は 軸を傾けます軸を傾けて体を回していきますこれをボールを置いてやってみましょうボールを置いてこうですねボールを置いて軸を傾けそして腕が下から上に回るようにやってみてください最初は少し極端にやってみていただくのがいいと思います少しご自身の中でオーバーかなと思うぐらい軸を傾けてみてくださいそして体を回してみましょうそうすると少しずつスピンのスイングができるようになっていくと思います 今回の動画は以上になります。ありがとうございました。